乾式有機化合物とは、炭素骨格を基本とした、感情構造を有する有機化合物の総称である。一般には、佐式有機化合物と対比する際に用いられ、作上の置換器を持つ、乾式化合物も含めて、乾式有機化合物とするのが普通である。乾式有機化合物は、天然産物、人工物を問わず、多思考範囲に分布する。 乾式有機化合物発見に関して、最も有名なのは、ベンゼン環構造にまつわる、いわゆる、ケクレの夢と称されるエピソードがある。乾式有機化合物はいろいろな観点で分類されるが、代表的な分類を次に挙げる。構造のトポロジーによる分類環構造を構成する元素による分類環の大きさによる分類これらの分類の名称は他の分類と複合してグループされ、 その際には分類名を列挙したものがグループの名称として使用される。乾式有機化合物の命名は IUPAC 命名法に従う。一方、IUPAC 命名法が制定される以前から知られている化合物も多いことと、また乾式有機化合物の IUPAC 系統名は複雑になる傾向があるので関用名を持つ。 乾式有機化合物は関用名で呼ばれることが多い。乾式有機化合物では、環状構造を取るために、立体廃座の自由度が低減する。おおよそ10因間以下の乾式有機化合物では、立体障害により特定の立体廃座に、規定されたり、物性や反応性に影響を及ぼすことが多い。逆に、作上化合物では、自由度が大きいために、 立体障害の効果を逃れたハイザの分子が優先的に反応することで、見かけ上、立体障害の効果が見られないか減弱する場合も多い。例を挙げるならば、シクロヘキさんは、椅子型ハイザないしは、船型ハイザーを好んで取るが、隣接地間機の空間位置と立体障害の兼ね合いで、一方の立体ハイザーが優先することで、感情感、 脳器の反応性が変化する場合も多い。立体廃座あるいは立体障害に由来する化合物の物性、反応性に関しては、非立体科学に詳しい。ありがとうございます。